ビーバーブルック男爵は、連合王国貴族の男爵員。実業家、政治家のマックス・エイト県が1916年に上されたのに始まる。日本語では、ビーバーブルックとも表記される。初代男爵、ウィリアム・エイト県カナダで、実業家として成功して、財を築き、イギリスで、政治家、新聞事業者となったウィリアム・マックスウェル・エイト県は、 1916年7月3日に、順断尺、ついで1917年1月2日に、連合王国貴族爵位、カナダニューブランズウィック州におけるビーバーブルック、及びサリー州、チャークリーの初代ビーバーブルック断尺に助せられた。彼は、デイリーエクスプレスやイブニングスタンダードを買収した、新聞事業者として知られ、第二次世界大戦中には、第一次チャーチル内閣で、 軍事関連の閣僚職を歴任した。初代男爵が1964年6月9日に死去すると、その長男ジョン・ウィリアム・マックスウェル・エイト県が二大男爵を継承したが、彼は同年6月12日にも爵位一大放棄を行っている。彼の死後、その長男マックスウェル・ウィリアム・ハンフリー・エイト県が三大男爵を継承した。 2016年現在の投主も彼である。邸宅は、オックスフォードシャアーをオンテージの電池ワースマナー。家訓は、私のための道具。道具のための私ではない。現当主マックスウェル・ウィリアム・ハンフリーエイト県は、以下の爵位、順段借位を保有している。ありがとうございます。